浅田真央選手が震災復興イベント NHK 杯スペシャルエキシビション in 盛岡に出演し披露したジュピターは見る者を感動の渦に巻き込むほどの素晴らしい演技でした。あの浅田真央選手がプログラムのタイトルにふさわしく広大な宇宙に散然と広がる星に生命の希望の光を灯しているようでした。これは国内だけでなく海外の人たちにも勇気や希望を与える素晴らしい演技で、その反応を調べてみた。今日も明日もフィギュア脳様からお借りします。海外の反応。真央のジュピターのリメイクは本当に可憐だった。隣で一緒にテレビを見ていた母は涙を流していたよ。豊かで美しく、そして癒されるような演技だったね。美しい、魂が込められている、希望を感じる、悲しい、これらすべての感情が同時に湧き起こってきます。冒頭の美しいアラベスクは愛らしく、とても印象的でしたね。涙を誘われたパフォーマンスでした。ほとんど助走のスピードがない状態で真央が本当にトリプルアクセルに挑戦しただなんて信じられないことだね。それでも彼女は惜しいところまで行った。素晴らしいよ。真央が新しいジュピターの振り付けで素晴らしい仕事をしてくれたことによって元の演技よりも好きになりました。私としてはこれはもはやその演技が何点だったとか優勝することができたかとか、そういう次元ではないと思います。これが私が真央のスケートを愛する理由です。この演技は世代間のつながりに通じる魂の持続性を象徴する、人の心を表した美しいプログラムです。すべての動きに流れるような優雅さがありました。オープニングの弧を描くアラベスクから子供たちと共に滑るシーンへと、一つの要素が次の要素へとスムーズに移行していくのは一つながりの流れの中にあるようでした。子供たちが動きを合わせて氷の上で円になって膝をついているシーンは私の大好きなところです。また真央が子供たちの間を S 字ターンをした後に氷上に投影された松の木のシルエットの頂上でアラベスクをするのに合わせてリンクにいる子供たち全員が一緒になって大きな円を作る場面もいいですね。このシルエットは 3.11 の時、陸前高田市の海岸に約7万本あったとされる杉の木の中で唯一生き残った奇跡の27メートル松の木、希望の象徴です。そして杉の木は長寿と若さの象徴でもあるんですよね。そしてこのコメントがあのジュピターの素晴らしさを端的に言い表しているのではなかろうか。私が見てきた中で最も美しい人間によるパフォーマンスの一つだと思います。もちろん子供たちも素晴らしかったです。こんな素晴らしいジュピターは表情のプロジェクトマッピングとマッチし、出演した子供たちの純粋性が感じられ、忘れぬ歴史に残る強いメッセージが込められたものでした。こんな素晴らしい演技を見ることができ、浅田真央選手だけでなくプログラム制作関係者の方々に感謝、本当にありがとうございました。